ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3特別体験版、実況者のエテポンゲです。続きからやっていきます。レベルをね、上げておきました。前回はキラーマシン2を作ったところで、終わったんだけど、そのキラーマシン2をレベルを上げて今ね12なんだけど、やっぱりナンパーとか前にタイトルでも書いた通り、キラーマシン2今作ちょっと弱くなったね。使っててね実感した。まずはまあサイズはさ、まあ最悪2マスでもいいんだけど、まあもともとは1マスモンスターとして、1マスモンスターであの性能、さらに2回行動だったのに、今回は2回行動、2マスモンスターなのにそもそも2回行動、だから前作だったらさ2マスにしたら、そのキラーマシン2を大きくすることによってさ強くなる、多少なり1マスの時よりいい何かスキルがついたりするわけであって、やはりそういう面もね考えると、どうやら弱体化したんじゃないかなと。あとついでに言うと連続攻撃でなくなったというところ、連続攻撃キラーマシン2というや連続攻撃、あの3回切るやつあれがない。だからね、なんか使っててねしっくりこない。今回のキラーマシン2はやばいね。ついでにその身代わりもね、テンションマイナス25という効果が追加され、いろいろとね変わったね、そういう面では。まそれもあって、だからみんながみんな同じモンスターに偏るみたいなことはなくなるんじゃないかなと思ったけど、やっぱりそれに応じてやっぱ強くなるモンスターだとかおるだろうから、まあ結局変わんないと、そういうことですね。とにかく弱くなったと思う。えではキラマツ、残念です。非常に残念です。悪デモンはなんか強いね。なんか強い。配合が良かったのかな。配合が良かったっぽいね。多分電電流使ってるから、電電流レベルが高かったからね。配合した時、捕まえた時からレベル20だったからね。それもあるな。で、こいつカイザードラゴン作っちゃいました。配合で最初に作ろうと思ってたんだけど、素材を使っちゃって、それ編集中に見直したらイルカチョーチンとルバンカだったので、速攻捕まえに行ってね作っちゃいました。これも今レベル10。メガボディ瀕死で会心、ギガキラー威圧。威圧はいいね。威圧は実にいい。んなもんかな。プリストナイトもね育てました。で、今回は何だったっけ、ダッシュラン、あそうか、クエスト自体はね、次ダッシュランを捕まえてこいっていうやつなんだけども、アイテム、このね下画面の右下にあるこれを押すと、こういう画面がね出るわけよ。こうやって見れたりするんだけど、ノチョラのエースキング、ノチョラノチョラノチョラ、見れたりするんだけど、なんかたまに外のマッパ歩いてる時にね、反応ありというところがあるんですが、そこでこれを使うと、なんとね、反応するところで説明しようか。反応するところまでちょっと行きます。はい、今ねここで反応しました。でこれを使うとすると、ほらハテナが出てるわけ。これを調べると、妖精の憩い場、妖精たちが羽を休めるための水場の長羅から妖精の憩い場と呼ばれている。これ関係ない。こっち
ウッドパーク関係ない。これも関係ない。あれ？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 エテが想像してたやつと違う。あれ？あれ？あ、あったあった。これこれ。はてなはてなはてな。調べると、見えない宝箱が置いてあんの。すげえよね。対象物を確認。対象の位置を波マップに記録します。で、詳しく、はい、アイテムが入ってる。で、これで出したら開けれると。ちょっと、場所開けます。怒りのタトゥー、多分装備品かな、これは。怒りのタトゥー装備品だな。じゃあキラマシンツ装備できない。攻撃力プラス30だって、やばくない？力の指輪はね、なんか持ってた。いつ手に入れたか全然覚えてない。あれ、これ装備できてる？あれ、なんか、え、これ装備できてる、これ。あ、そういう色なのか。そういう色なんだね。じゃあこれ、はい、装備。装備できないとかそういうのはないんだ。OK。で、実は1個ね、もう開けちゃったんよね。あの、裏でレベル上げしながら、うろちょろしてたらね、アイテムの、これ、超スキルの種。超スキルの種ね。まあ通常のスキルの種は1個使えば3ポイントなのだけれども、もうぶっ壊れ、これは100 100、ふざけろし、100上がっちゃうっていう。これちょ、いつ使おうかなって。これもったいなくない？100やで、100。これ配合前にさ、使ってさ、配合して新しい2段階目のさ、やつにできたりするよね。そうなると。とかも考えつつ、ちょっと保留にしています、今。なので、今回ね、ダッシュランスカウトしに行く前に、この、隠れたね、宝箱を、ちょっと探そうと思います。うん。じゃあ、次なる宝箱のところまで。カット！反応あり。ここかな。あった。ほい。よし。オープン。ガードバングル。装備だな、これも。装備。ガードバングル。じゃあ、腐った死体に。守備力が20。時々スカラショウ装備、よし。普通に宝箱あった。エルフの飲み薬3つ、こんなもんかな。うん、もうなさそうだから、ダッシュランやっちゃうか。捕まえよう。なんかもっとね、あったような気がするんだ。気のせいかな。同じところに何回も引っかかってたのかな。あ、そこになんかありそう。あ、怪しい。これは怪しいぜ。これ絶対あるでしょ。ほらー！ほらみー！ほらみー！ほい。ほ。なんか、これってさ、守りの指輪。こうやってなんかさ、妖怪探知のやつに似てるね。妖怪をさ、妖怪反応ありみたいな。に、似ているね。似ているねって言ってるだけだよ、別に。パクリとか言ってねえしな。
似てるねって言ってるだけだから。よし、はい、やっちゃおう、スカウトしよう。いけるかな。ちょテンション、あ、なんかね聞いたんやけど、聞いたっていうかコメントでね見たんだけど、なんか作戦に、ほんとだわ、テンションをためろってある。ちょテンションテンション、これでいいのかな。テンションしてくれる、テンション、て、おたけびーあ聞かる。うわー、テンションしてくれる。え、2回もしてくれんの、2回もしてくれんのこれ。ごめん、うるさくなったマジで、え、マジで、どうしよう、どうしよう。バイキルミンを、じゃあこっち。すげえな、これはありがたい。あの、あー死ぬ、しまった、見てなかった。アモ水使おう、アモ水。え、アモ水って全体だったっけ。全体だ、じゃあ全体、ちょっと防御、マテリアルは、あと、あーちょっとやめろ、あと1回、あとアークデーモンが1回、バイキルミンもう1個、アークデーモンで、命令防御、はい、これでもう揺るぎない。おたけぶなよよし、じゃ、魔物の餌あげよう。くたばれ、これ100%いったでしょ、余裕ワンパンだった。ダッダッダッって言うわお前。炎の息吹、攻撃アップ1、命中ガード、メガボデー、 AI1、 3回行動、いきなりテンション、ヒブレイク。ヒブレイクっていうのは息でいいのかな。メラブレイクとかギラブレイクはまた別であるってことでよろしいか。レベル10、とりあえず控え、配合しよう。あ、メンバーに連れてなくて大丈夫だったっけ。メンバーに入れて話せ的なやつじゃないか。おー、乗れた、各地アイテム。だいたいこういうとこって、あのリアクター反応がしないところにも実は超隠しアイテム的なものはない。なかった。いや絶対ね、本編ではあるで、本編ではリアクター反応ないのに、そのリアクターこれつけて調べることによって出現する体重。パークの中心にある大きな樹木、その枝を使って屋根が作られている。捕まえてきました。よくぞ戻った若きモンスターマスター、見事スカウトを成功させたようだな。では約束した通り、福井県を授けようぞ。はい、ちょっと配合先見よう。